そしたら、改めまして、こんにちは。社会人10年目ですか？そうですね。はい。10年目になりま 10 年目やね。す。はい。やりプラ1期生ですね。悦子の同期ですね。はい。で、某、まあ、製薬会社というか、薬品系のメーカーに、まあ、入社して、そこで4年生産技術やってて、で、そっからまた今、製薬系の、別のメーカーに転職して、やっぱりその生産のところで、生産および生産技術的な、こう、両方兼ねてやるような仕事を、もう6年ぐらい、6年目になると感じやね。なんでそこちょっと全体的に今聞いていきたいと思いますけど、僕はもう生産技術推しなんですよ、結構。結構生産技術推しでね、もうみんなね、研究とか開発とかばっかり言うから、いや別はに生産技術とかおもろそうやけど、みんな受けへんけど、倍率下がるけど、おもろい仕事で倍率下がるんやったら絶対そっちの方が良くないって結構思ってたりするんやけどね。はい。前の会社の生産技術職、最初入って4年目ぐらいまで。多分中身のやってる仕事も少しずつ変わっていったと思うけど、まずは、それをこう教えてほしいんやけど、その前に、実際やってた人からの口から、生産技術職、メーカーの生産技術職とは、こういうミッションになってて、こういう役割を担ってて、こういう仕事なんですよって、生産技術職にすると、学生にレクチャーしたいんだけど、はい。ね。そうですね。生産技術職っていうと、結構工場寄りの仕事にはなってくるんですけども、まあ特にその製薬会社で言うと、その研究所でまあ基礎研究をやって、でまあそれをその工業化するにあたって、まあその研究所と、あと工場の間をの橋渡しをするような役目になってきます。でまあ結構その、研究所の方から実際その上司するにあたって、まあいろんなデータ取りっていうのも、まあ生産技術の方でになったりとかっていうこともありますんで、まあかなり重要な仕事になってくるかなっていうふうに思います。なるほどね。なるほど。間をつなぐっていうのは、例えば、あれやね、こう、研究所の方で、まあ、研究室の、例えば、ビーカーとか、そういうレベルで、こういう、なんか新しい製品作ったらどうかなっていうのをこう試作していって、で、まあ、できましたよと。作りたいものがね。それをじゃあ今度工場で、何トンとかっていう単位で工場の設備使って量産していくときに、例えば同じなんかね、ものができるのかみたいなことをやってみて、まあできないわけよね、普通ね。それをこうどうしたらいいのかっていうこう調整していったりとかするのかそうですね。な。うん。なるほど。その時にやっぱりこう、研究職の人とのやりとりもあれば、その生産職の人とのやりとりもあるし、はい。両方間に入ってこう、まあ、やっていくわけですよね。そうですね。うん。そんな中でこう、例えば、量産するときにはこれがここがうまくいかへんから、まあ、こうやったらこうな、うまくいくみたいなところで、そのちゃんとデータを取って、そのデータをちゃんとエビデンスとして、研究職がまた上司するための資料に使うような、そういう実際、その工場の現場で作っていく、際の、エビデンスになるデータを作って研究職に渡したりもしてますって話なんやな。そうですね、はい。うん。で、それで、1年目から4年目までやってたけど、役割っていうか自分のやってる仕事のなんていうのか、守備範囲が、まあ、もしかしたら変わってるかもしれへんし、その辺をこう、1年目から4年目までどんな仕事してましたっていう感じで話してもらえるかな。そうですね、まあ、1年目、2年目ぐらいっていうのは、まあ、既存の、製品のもので、まあ、そのデータがまだ十分じゃない。っていうものに関して、まあ、結構、その温度であったりとか、あと、まあ、例えば回転数であったりとか、まあ、私は結構その原薬の方面の、まあ、生産技術職だったので、まあ、結構その実験室で使うような、ビーカーとかフラスコとかっていうものの、まあ、ちょっとだけ大きい、まあ、1リッターとか5リッターとか、そういうもののスケールで、まあ、温度とか、各関数とかっていうものを、まあ、ちょっとずつ変えて、まあ、どれぐらいの
その許容範囲があるのか、で、まあ、どういったその品質に影響があるのかっていうところを、まあ、1年目、2年目ぐらいは、まあ、そういうデータ取りっていうのをしてました。で、まあ、3年目、4年目っていうなりますと、まあ、その今後、まあ、外に委託しているような原薬に関して、まあ、外に出すとどうしてもその委託費用みたいなのがかかってきてしまうので、まあ、自社で内製化、自分のところで作るために、まあ、どういうデータが必要なのかとか、まあ、実際に作ってみて、それが実際にできるのかとかっていうところですね。っていうところを、まあ、検討してました。原薬って言ってる？はい。原薬ってどんな字？